全て終わりというものがある。生まれし者には死が、作られし者には滅びがあるものだ。見よこの地を、ここは一度滅びた世界の慣れの果て。今こうしているのは歌方に過ぎぬ。されど滅びの道から逃れる術が一つある。お主がそれにふさわしきものか否か、拙僧が試してくれようぞ。魔人大僧正の討伐を確認。あの魔人の僧はこの世界が滅びた世界の慣れの果てと告げた。あれはどういう意味だろうか。